人はあまりに無力だ。それゆえ時代が窮すると同志の出現を祈る。この後最悪の時代と呼ばれた時代に現れた同志の物語が幕を開ける。これが世界。天意見聞録にあったよ、湖の乙女の守る聖剣を抜いた者が同志になるって伝承があるんだよね。君は何も言わずに何者とも知れぬ私を助けてくれた、感謝する。青春ですね、男の優勝。そうですね、君の後ろで指をくわえて見てろっていうのか。次からは僕も戦う。もういい、最初から手伝うつもりだったわ。俺の夢は伝説の時代みたいに人と天族が幸せに暮らす方法を見つけること。ズレイ、君はもしや本当に天族が見えて。お二人に改めてお伝えいたしますわ。同志のなすべき使命を。同志が鎮めるべきは氷魔を生む汚れの源泉ともいえる存在、最下の剣士。仕組まれたんだこの暴動は。勢力争いに守るべき民を巻き込むとは。お待ちください。私の剣となるということは私を宿す器となり宿命を背負うということ。人と天族を救えるなら俺の追いかけてる夢とつながってるんじゃないかって思う。だから俺は同志になる。この身を君の器として捧げ宿命を背負う。私はずっと待っていました。僕は足手まといになるためについてきたんじゃない。ミクリオ、うぬぼれるなよ。思ってるのか、自分だけの夢だって。分かったよ、俺たちの夢だ。世界を旅していろいろ知って答えを導き出してほしいのです。俺の答え。